春うららは日本の競争は、連戦連敗があまりに続いたため、帰って人気を呼び、ブームを巻き起こした。春うららは1996年2月27日、北海道三国町歌笛にある、篠田牧場で誕生した。馬長の信田信義によると、幼少期から小柄で臆病な馬であったという。信田はルウララを競り位置に上場したが買い手がつかず、 篠田牧場が自ら所有する形で競争馬となり、高知競馬でないと勝負にならないという理由から、高知競馬場の調教師集積台に予託した。総医師は、ハルウララを引き受けたのは、篠田への義理からであったと述べている。入級当初のハルウララは蔵を装着しようとすると、暴れる、腹帯を締めようとすると地面にひっくり返る、運動をさせようとしても動こうとしないなど、 非常に手のかかる馬であった。総医師は自ら春うららを総案に慣れさせることなどに取り組み、ある程度改善が見られたところで、休務員になったばかりの藤原健介を担当休務員に指名した。春うららは次第に藤原にだけは懐くようになった。高知競馬場1998年11月17日に、高知競馬の第一競争でデビューするも、 後島建の五着に敗れた。その後も勝利を挙げることができず、2003年5月末の時点で連敗は87を数えた。この間、春うららは、ひずめの疾患により一度出走を取りやめた以外は、コンスタントに出走を続け、そのペースは年間20回ほどであった。当時は1回出走すると6万円の手当てがついた、ため、 春うららは一年に百二十万円ほどの出走手当を稼いだ。総医師によると、場所に請求する予託料は年間百三十万円から百四十万円ほどで、春うららが年間十五回しか出走することのできない体質であったならば、引退を検討していたという。総医師によると、高知競馬場の予託料が日本で最も安かったことも春うららが現役を長く、 続けられた要因の一つであった。春うららは、あり道にかかり蹄めが腐ったことがあったが、それでも休むことなく、レースに使われた。なお、篠田牧場は2003年春に、春うららを引退させて、乗馬にするプランを、総医師に示したが、総医師は、臆病な春うららは、乗馬に適さないと判断し、走れるうちは走らせてやりたいという意向から横山。 高尾馬橋を引き継ぐよう要請し、現役を続行させた。2003年夏、春うららは、連敗を続けていたことが話題となり、全国的な人気、知名度を獲得した。春うららの連敗に最初に注目したのは、高知競馬場の実況アナウンサー、橋口浩二である。橋口には実況にあたり、勝利を挙げたことのない馬について、今日のレースで勝てば、 これがデビューから何戦目での初勝利になるということを調べてから望む習慣があり、60連敗を超えた頃から春うららに注目し始めた。やがて、春うららを日本のジ g、PH、p ピーとして売り出せば、高知競馬も少しは盛り上がるんじゃないかと思い、周囲に春うららのことを言い広めるようになった。高知新聞の記者、石井健は橋口から話を聞き、記者の本能でネタになると思い、 取材を開始した。2003年6月13日、同新聞有観社会面に、春うららに関する記事が、1回ぐらい、加藤なという見出しで掲載された。この報道を目にした、高知県競馬組合の職員、吉田正文は、高知競馬が財政状況の悪化から廃止の危機に瀕していた、状況に鑑み、何でもいい、人目を引くことをしないとという思いから、 高知県競馬組合管理者の前田秀弘の許可を得て、春うららに関する広報資料をマスコミ各社に送付した。その結果、7月23日付の毎日、新聞全国版に記事が掲載され、さらに毎日新聞の記事が同日放送の富士テレビのテレビ番組情報プレゼンター特だね、で大きく取り上げられた。この日を境に、春うららは、 様々なメディアによって取り上げられるようになり、7月末に東京新聞がリストラ時代の対抗馬と表したのを皮切りに、負け組の星として全国的な人気、知名度を獲得。春うららの単勝馬券をリストラ防止になる、当たらないから交通安全のお守りになるという理由で買うものが多く現れた。連敗記録に世間の関心が集まったことについて、総医師は、 知人の9割が勝ったらダメと言うとしつつ、取材の方が来るようになって、以前より、より一層勝ちたいと思うようになったと述べた。また、すべてを犠牲にしても、次のレースでとにかく、勝つための調教が行えないのかという問いに対しては、やろうと思えばできるとした上で、それをやったら一生はできるかもしれんけど、故障する。僕は勝つために馬を故障させるような調教はしたく。 ないんですと答えた。厩務員の藤原は、春うららが、勝つ馬を差し置いて、高知競馬の人気者になるのは、やはり複雑な気がすると述べ、連敗記録が話題になってるけど、僕は、勝ってほしいです。一度でいいから、僕らはやっぱり、馬に勝ってほしくて、世話をしているわけだからと述べた。一方、篠田牧場の信田義久は、競争馬は、勝つことで評価を得る世界。 生産牧場としても負け続ける馬を生産したとしか評価は受けないと述べ、嬉しくもない。高知競馬存続のための話題作りに過ぎないのではと冷めた反応を見せた。信太は、うららが負け続けていることを大きく報道されればされるほど、ヒロインの子は高値じゃ売れなくなる。どうせ走らないんだからと足元を見られるとも語り、ブームに湧く人々に対し、 自分の懐が痛まなきゃ何でも言えるわなという言葉を投げかけた。12月14日、100連敗を達成したレースが行われた当日は4年ぶりに5000人を超える観客が高知競馬場に入場し、33社、約120人の報道陣が取材に訪れた。春うららの単勝馬券の売上額は、一つのレースにおける単勝馬券売上額としては、 高知競馬場史上最高額となる301万円に上った。レース後にはセレモニーが取り行われ、感謝状と人参で作った首飾りが春うららに贈呈された。レース後には、総医師による記者会見も行われ、その席で、総医師は春うららについて、まっこと、またかったと評し、その魅力について、競争馬としては常に一生懸命走るところだが、 単に動物して捉えた場合、正直なところない。プロが見れば10人が10人とも魅力はないと答えると思うとコメントした。翌2004年3月22日、106戦目のレースでは、中央競馬のトップ騎手竹とよが騎乗して出走したことに注目が集まり、当日の入場者数、一つのレースの馬券売上額、1日の 総馬券売上額はいずれも高知競馬史上最高、記録を更新、春うららの単勝馬券だけで1億2175万円の売上を記録し、関連グッズの売上額はおよそ1000万円に上った。入場者数の多さに対応するため、高知競馬場は史上初となる入場制限を行い、春うららの馬券を購入するファンのために専用窓口を設置した。 レースの結果は11頭立ての10着に終わり、連敗記録を106に伸ばすこととなったが、レース後竹とよは通常勝ち馬が行う、ウィニングランを行った。春うららが出走したレースを生中継した毎日、放送のテレビ番組、チチンプイプイの瞬間最高視聴率は19.9%、平均視聴率は平日における同番組史上最高となる12.2%を記録した。 部はこの日の起乗について、自身がチャンスがあれば乗ってみたいと発言したことがきっかけで、競馬の本質を離れた大騒ぎが繰り広げられたことに、嫌気が差し怒りすら覚えていたが、1万3000人もの観客を見て怒りが消え、一度乗ってみたいという気持ちに立ち戻れたと振り返っている。レース五部は春うららについて、強い馬が強い勝ち方をすることに、 競馬の間の面白さがあると僕は思っています。この気持ちはこれからも変わることはありません。しかし、高知競馬場にあれだけのファンを呼び、日本全国に競争曲をかき鳴らした彼女は、間違いなく、名馬、と呼んでもいいと思いますと評した。なお、竹豊はこの日の起乗について、オフィシャルホームページの日記において、あまりにも異常な騒がれ方で、正直なところ辟きとしています。 生涯で一度も勝ったことがない馬が、GI レースを勝った馬たちよりも注目を集める、対象になるというのはどうにも理解しがたいものがあります。と述べ、加熱するブームに対する違和感を表明した。また、起場を依頼された際、そのレースが、春うららの引退レースになるという説明を受けていた、ことも明かした。5月23日、春うららは出走したレースで2着に敗れた。 これにより連敗は109となり、グレース・アンバーが記録した108連敗を抜き、白鵬クイーンに次ぐ当時日本歴代2位の記録と報じられた。ただし、この報道の正確性は疑わしい。また最多連敗記録はその後たびたび更新されている。8月3日、高知競馬所属のハ妹モト三石フラワー、兵庫競馬所属の判定お望み通りとの対決が実現。 このレースの馬券は全国の地方競馬場で発売され、春うららの出走レースだけで約7900万円の売り上げを記録した。レース後関係者が記者会見を開き、翌2005年3月をもって競争馬を引退させると発表した。2004年9月15日、同年3月に横山高尾から無償で春うららを譲渡され、実質的な馬種となっていた。 安西美穂子の手によって、春うららは、栃木県黒磯市にある、ナストレーニングファームへ移送された。移送に至る経緯や移送当日のやりとりについては、総医師と安西との間で主張に、食い違いがある。総医師は、引退レースを勝たせるための体力づくりをさせたいと、主張する安西サイドと、高知競馬の僕らの手の中で出走させ、ファンの皆さんに姿を見せ、その中で、 チャンスがあれば勝つという方針を抱く自身との間で、以前から対立があり、話し合いの最中であったが、9月15日午前に、馬運車と共に、安西が現れ、約2時間の押し問答の末、安西側の人間に、お前の考えはどうでもいい、馬を出すのは、オーナーの勝手だ、警察を呼ぶぞ、などと言われそうに合意せざるを得なかったと主張している。一方安西は、 当時撮影中の映画、春うららへの出演と引き換えに9月13日以降に放牧に出すことについて、高知県競馬組合管理者の前田秀博との間で合意が成立しており、総医師も投げやりな言い方だったが、好きにしてくださいと言っていたと述べ、同意は得ており、突然の異想ではなかったと主張した。なお、 日本経済新聞記者の野本健一は、移送に監視合意があったかについて、競争場の移動の際に傾向すべき、健康手帳は、移送後も、総意市長教師の手元にあり、後日に、黒磯へ郵送された。必要な書類の受け渡しもない移送を、安西は、合意の上と主張していると指摘している。安西は移送の理由について、休養させ、いい状態で勝たせてあげたいことにあると述べ、 総医師がいろいろなしがらみがあり、仕事をしょい込んでいて、ゆとりがない状態だったと主張して、移送を正当化した。安在は、自らが運営するホームページにおいても、春うららには慢性的な疲労が蓄積しており、中長期的に休ませることが必要と主張。さらに、栃木県で行った血液検査の結果、発血球値が高いことや、 肝機能の低下が判明したとして、高知競馬で走らせていれば、競争生命が失われていた、回復まで、中長期の療養が必要と述べた。ただし、移送後春うららに関するシンポジウムを開催したファンの一人は、血液検査を行った、獣医師から2回目の検査が終わった後、馬は元気なので、高知に返すべきと進言したという証言を得たと主張している。 高知新聞の記者、石井健は、安西の一連の行動について、安西が3月に、春うららの商標登録を出願したこと、8月に、春うららのグッズの権利をめぐり、高知競馬側に内容証明書を送りつけた事実、さらに春うららのオーナー会員を募り、引退までは、月会費を人参代に使うと金を集めておきながら、財務内容は出資者にも明らかにしていない事実を示した上で、 以下のように述べている。考えても見てほしい。貧しい競馬場で弱い馬を走らせ続け、枯れ木に花を咲かせたのは調教師であり、休務員たちだ。花坂かじいさんが満開に育てた後で無償でもらい、半年で700万円以上のグッズ権利金を手にし、連れ去った挙句に、高知競馬は馬を酷使している。あんまりじゃないと思うのは、無理からぬこと。バッ川の財務内容こそ。 明らかにしてもらいたい。勇敢話題、死と不明高知新聞高知新聞社、高知、2004年12月28日、2017年5月18日閲覧。オリジナルの2016年3月9日、時点におけるアーカイブ。2005年1月3日、総医師と安西が話し合いを行い、総医師が、春うららの健康状態をチェックし、 出走可能かどうか判断した上で同月中にコーチへ戻すことで合意した。翌4日、総医師と安西は栃木県内で記者会見を開き、1月中に春うららをコーチへ戻すこと、体調を見ながら予定通り3月に引退レースを行う予定であると発表した。しかし、2月になって安西は体調の回復が遅れていることを理由に復帰延期を発表。 結局そのままレースに復帰することなく、2006年10月に、春うららは競争場登録を抹消された。この間、安西は2005年6月に、森田健作を応援団長とするプロジェクト、うらら一生プロジェクトを立ち上げ、同月中に、春うららをコーチへ戻し2005年中に引退することを発表したり、同年10月に、森田を発起人とする。 ハルウララ基金の設立を発表するなどしたが、いずれも実現しなかった。なお、ハルウララが移送された、ナストレーニングファーム上長の広田修二は、高知競馬クラスなら勝たないとおかしいレベルまで仕上げた、モノノバシュサイドは、レースに復帰させず、突然どこかに持って行ってしまった、人間の都合で、愛眼動物のように扱われ、かわいそうと述べている。 最終的な成績は113戦以0賞であった。2006年10月、安西は千葉県勝浦市の保養施設にてホースセラピー開校記念パーティーを開催し、11月に引退競争場の再利用促進とセラピー活動を実施するための NPO 法人おうちへ帰ろうクラブの設立を申請した。安西は春浦ら,らをセラピーのために使役していたとされるが、 安静からセラピーを教育に活用するよう提案され、実際にセラピーに接したという勝浦市の教育長は、ただ、春うららを見て触っただけという印象とコメントしている。2009年夏、春うららは安在の移行により、繁殖品場となるべく、北海道新日高町の牧場に移送された。ディープインパクトとの交配計画が報道され、安在が、 週刊新潮の取材に対し、知り合いの調教師などから話があって計画が動いた。ディープインパクトがつなぎをされている。ヤシロ大スタリオンステーションから9月以前に内諾を得た種付け量が900万と高額で、私、個人にはとても出せない。少学のファンドを募って、みんなの夢につながればいいなぁとも考えていると、募金を検討中であるとコメントしたこともあった。 後輩計画に関しては、ディープインパクトの他にステイゴールドとの交配も検討されていたというが、最終的には繁殖生活には入らなかった。その後長期にわたり、生死さえ明らかではなくなった。2013年4月頃、安政サイドは千葉県温宿町にあるマーサファームに春うららを予託した。しかし、同牧場の関係者によると、 半年ほどすると予託料が支払われなくなり、安西が牧場に姿を見せることもなくなった。そして、最終的に、春うららの所有権は放棄され、マーサファーム側に移った。2018年夏には、温塾町出身で、帰省の度にマーサファームによって春うららに餌を与えていた木更津警察署の警部補の発案で、木更津署の夏の交通安全啓発ポスターに起用され、 8月22日に、つなぎをされている、マウサファームで春うららに、所長感謝状と、人参約600キロが贈呈された。また、2021年にスマートフォン向けゲームアプリ、うま娘プリティダービーがリリースされてからは見学者が増加しているという。以下の内容は、netkeiba.com、地方競馬情報サイトの内容による、 デビュー戦における馬体重は 397kg であり、体格的には小柄な馬である。総医師と藤原は初めて春うららを見たとき、体が小さいという印象を抱いた。総医師は加えて、つなぎが細いのを見て、年を取ってもそれほど大きくならないと感じたという。主戦騎手の古川は春うららについて、貧弱と評している。ただし、 総医師によると小柄ではあるが丈夫な馬で、ひずめの疾患により一度出走を取りやめた以外は、休まずに出走し続けた。総医師と古川藤原によると春うららは、臆病な馬であった。さらに藤原は、神経質なところがあるとも評したが、総医師によると、神経のずぶといところもあり、毎日のようにマスコミが厩舎を訪れても食欲が落ちなかったという。 さらに総医師によると、普段は臆病だがババに出ると、なぜかリラックスするという特徴もあった。総医師によると春うららには木っぽいところがあり、旧車の周りを歩かせると2周するまでは素直だが3周目からは、歩きたくないという態度を取ったり、初馬期からスタート練習を1日2回以上、やりたがらなかった。総医師によると、春うららはレースで手を抜くことなく、一生懸命に走っていた。 古川も同様の見解を述べている。橋口浩二はレース途中で必ず見せ場を作り、実況で名前を呼ぶ機会があることを根拠に一生懸命走るんです。勝ちたくて頑張っているんですと述べている。古川は春うららのレースぶりについて行けると思った時にピタッと突然に止まろうとする直線に向いたら動かないこともあるとも述べており、その原因について 左の爪に、列歪めを発症し、コーナーで手前を変えると痛い時もあると述べている。総医師によると、レースで起乗した、際の古川綾木、遠藤さつきによる評価は、ハンドルもブレーキも効かないというものであった。春うららという競争場名は、篠田牧場に頼まれて調教師の総医師が考案した。総医師によると、はじめは、メリー・ジェーンにする予定であったが、 すでに登録されていたことから春うららに変更した。総医師は、手のかかる馬なのでせめて名前くらいは可愛くて、のんびりしたものにしよう。そうすれば少しは、馬の性格も変わるかもしれないと思い、日本放送協会が放送した連続テレビ小説、天うららの主人公、川島うららからうららを取り、上に、春をつけた。本場について2本の映画が制作されている。 一本目は2005年公開の日本映画で、二本目は2016年公開のアメリカ映画である。森川時久監督。主な出演者は、渡瀬恒彦、各地加子、高地昇、おしなり修子、七海舞。2004年2月末に制作が決定し、同年8月末から9月にかけて、高知県内でロケが行われた。2004年12月12日には、 映画完成を記念して、高知競馬場内に常設にアラリー、ハルーララインザムービーキャアラリーがグランドをオープンし、撮影で使用した小道具やハルーララの等身大模型、馬房のセットなどが展示された。完成した映画は全国公開の先行上映として、2005年4月から高知県内の映画館で上映された。しかし全国公開は実現せず、 インターネット上での公開や DVD の発売に止まっている。ザシャイニングスターオブルーザーズエブリウェアは2016年に公開されたアメリカの短編ドキュメンタリー映画で春うららを題材としている。監督はミッキー・ド・ジェイで上映時間は19分。日本では2016年10月に高知大学と高知競馬場で上映会が行われた。 上映会のために付けられた日本語題名は、負け組の星、春うらら。T シャツ、帽子、キーホルダー、マグカップ、タペストリー、バッジ、ぬいぐるみ、ベ焼酎、写真付き駅入場券、切手シートが共同で発売、お守りがある。非売品としては、高知県交通安全協会が会員向けに制作した交通安全のステッカー。 トリンプが発表した素材の一部に春うららの毛を使用したブラジャー、トリンプ頑張れ。春うららぶらがある。両親ともビューティフルドリーマー系。ただし、父は種木をはやぶさの流れ。母は第3ビューティフルドリーマーオールスクエアの流れであり、血統的にはかなり遠い。母は中央競馬で11戦0勝。本。 馬同様3 9 0ラム台の馬格にかける馬だった。春うららは初後にあたる。弟や妹も小柄なものが多い。春うららの連敗記録は2004年5月の109連敗時点で白鵬クイーンの通算161連敗に次ぐ日本で歴代2位の記録と報道された。しかし1949年から1952年にかけて 差し方というアングロアラブ系の馬が、春うららを上回る通算159連敗という記録を国営競馬で残していたことが知られている。また、春うらら以後に、春うららの113連敗や、白ホークイーンの161連敗を超える記録を残した馬も多数存在している。このように、春うららの通算113連敗は2021年時点では、それほど、 上位の記録ではなくなっており、2004年時点でも、日本歴代2位の記録であったかどうか疑わしい。しかし他の連敗場についての報道で、春うららが引き合いに出されたり、春うらら超えと形容されたりすることは、その後もしばしば見受けられる。また春うららの113連敗を歴代ワースト、記録であるかのように扱う2018年時点の、報道や、日本競馬会 歴代2位の連敗記録だとするような2021年時点の報道のように事実とは異なる不正確な言及も見られる。ありがとうございます。